では諦めねえ。荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血まなこになって。さあ、教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。で、お前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです。私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに全滅してる。それでガッツの兄ちゃん、これからどこに行くんだ。ああ、街道を抜けて港町に向かう。みんな、俺様についてこい。大丈夫かよ。うざってえ連中だぜ。Hit!
まあ、あいつら。どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。来るぞ。腕が鳴るぜ。お前には無理だ。ウルヘ。
俺様に任せとけ。数だけは多いな。このままでは数に圧倒されそうです。俺一人ならなんとかなるが、一旦引くぞ。キャスカさんとファルネーゼ様を連れてここを突破するのは難しいですね。明暗。ガッツさん、個別に撃破してはどうでしょう。この辺りたくさんいそうですし、少しでも数を減らしてから改めて突破どうです。ああ、いいぜ。んで、パック、明暗ってのは。同じ。嘘つき。連中だぜ。ここら一帯に大きな傭兵団があったんですかね。さあな。もしそうだとしたら、やっぱり大将さんっていますよね。
来るぞ。ここじゃ切れないよ。まあ、そうだけど。強くなってません。では力だけじゃねえ。てえ連中だぜ。引いて個別に撃破して数を減らしましょう。そうだな。
大砲だな。チッ、人間技じゃねえぞ。ぬはははは、いけー。チッチッ、奴らの装備、あれは傭兵だな。死体に魔が取り付いたか。お亡くなりになっても大変ですね。いい迷惑だぜ。こりゃ切れないよ。お前のことだけど。見てるだけじゃねえか。